ここは生き物を入れてたところなら間違いないですね。俺いると思うわ。あの、うん、一人検証行くとか、あれはちょっと俺正直反対です。密閉された空間ではないのに不気味ですね。あの、冗談抜きで便意が催してしまいました。今、どんどん人が削られているとこういう状況になっています。うん、うわ、完全に落としました。この裏です。めっちゃ怖いですけど、多分田原さんと小山さんが戻ってくるまで相当時間があるんで、ここで一人検証定点仕掛けてちょっとやります。これはいたずらかな、殺すっていう感じのなんか跡みたいなのはありますが、この明らかに今音がした個室の前で待機します。誰かいないですか。どっちでしょう。うん、いや、さっきからいるよ。いるいるいる。さっきから結構ほらほら、いたいた。まあ、この音が何の音か分からんけど、でもいるよね。なんか人じゃないですか。人の気配だよね。うん。します。やばい、まあ、ちょっと暗くする。うわ！待って待って、いた。いた。天野さん、天野さん、天野くん、天野さん、虫か、いや、めっちゃ今光、なんか光ってるのが外を飛んでました。ホタル？あ、ホタルだ。大丈夫です。はいはい、あ、ごめんなさい、ちょっと声出して大丈夫。いや、すいません。いや、ちょっとホタルでした。光にめっちゃ、いやいや、いやしょうがないしょうがない、すいません。いや、でも、yeah. ちょっともうちょっとやらせてくださいっていうのは、一人検証をここでちょっとだけもうちょっと続けます。今、ここで音が来たんですよ。音はあっちもするんです。あそこ待ってるところも音しまくってる。いや、ここマジでやばい。うん、ありがとう。あ、まだ大丈夫。ごめん、粘りたいわ。ここ、okay. なんかある気がする。あ、青の部分こんな感じてんだ。レシーバー。あ、そうですね。OK ですか。そう、切った。ちょっと音量調整してください。はい。じゃあ、気をつけてなかったら、はい、どうぞ。一人検証、ちょっとじっくり時間かけてやると思いますが、まあ、やってちょっと
大声出したら助けに来てくれる仲間がいて、すごい向こうのメンバーでやって100カ所以上こういう場所ばかり来てるけども、なんかすごい頼もしい仲間たちとこうやってできてることはすごく幸せなことだと思ってます。今回ちょっと半ば強引に今ちょっと志願してこうやって検証させてもらってるのはちょっと訳があって、やっぱちょっと前の上島編、その動画でなんか、まあ、いろんなご意見もいただいて、もっと違うやり方をすべきだったんじゃないかとか、安倍さんを巻き込むのをどうなんだとか、いろんな厳しいご意見いただきました。ひとえにこのチャンネルのそういうクリエイティブの部分で制作側の責任者は僕なので、そのやり方とかそういうものを提案したり最終決定したのはやっぱり僕の責任だと思いますし、なんかいろんな人をがっかりさせてしまったりっていうのはなんか責任を感じてます。まあ、原田さんなんかやっぱり優しいからなんか後悔はないって言ってくれるし、いいものを作ったし、みんなを楽しませることをやったんだからいいじゃないかって言ってくれるのはすごく嬉しいし頼もしいし、同じ思いの部分はあるんですが、正直一番なんか複雑な気持ちなのはコメント欄なんか見てると、今まで真摯にやってきてたっていうこう姿勢自体が信じられなくなったとか、やらせなんじゃないかみたいな、まあ、当然いろんな意見があるんで全員が全員そういうふうに思われてるとももちろん思ってないですけども、なんとなくやっぱそういうところだけが一番気になっちゃうというか、なんか気にしてるという感覚っていうよりはなんか悔しくてっていうのは、なんですかね、前を向いて僕らも次新しいものを作っていこうっていう原田さんの気持ちになんか一緒になって作っているんですけど、なんとなく今まで僕らが一番大事にしてきてたこの変なやらせもしないし、何もない時は何もないっていうし、真摯に向き合おうっていうそのなんか一番大事にしてるところすら、それをなんか揺らがしてしまったのなら、それはごめんなさい、ストレートで悔しくて、そこだけは絶対に僕らは変えないし変わらないから、そこをどう取り戻すのか、むしろもっともっとじゃあみんなが楽しめるように、俺らが大切にしてきてるものをこの先もっとよりいいものにしていくにはどうしたらいいんだって思った時に、やっぱりこういうめちゃくちゃ怖い場所でもやっぱもっともっとビビっててももっと突き進んで多少命張って体張ってでも
無理すればなんかそれでその姿勢とかその先で取れるものを見せることがなんかみんなをみんなの信頼を取り戻したりみんながもっともっとやっぱり面白い人間 TV って思ってもらえることなんじゃないかなって思って今ここがなんか絶対にやばい場所だって思ったからこの今空いてる時間に長い時間行けそうだなと思ったので志願させてもらいました。明かりを閉じます。今どういう状況ですか？浜野さんが一人検証に向かってて、はい、で明らかにやっぱり奥に何かいるっていう、うん、で待ってる状況です。そうですか。もうだからどん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 こう人数が減ってくっていう恐怖ですよね。あ、うん、固まらなかったですね、うんうん、俺と森さんと石井さんで固まったりなんか、はい、でもやっぱりこういう要するに慰霊碑というか、慰霊碑ですね、慰霊碑。こういうものを設けなかったらやはりまずいことになる。結構きついです。まあ、だんだんちょっと分かってきたんですけども、はい、天野さんが来てからでもいいのかな、うん、それがここは心霊スポットって言われる理由じゃないかなと思います。あ、そういうもう何か掴んでらっしゃるんですか、ね、はいはい、歩いて。あ、地下室がどうなのか、街が、はいはい、ありますが、うんうんうん、まあ、あるとすれば、はい、書類、まあ、書類もすごくいっぱいあったので、うんうんうん、水筒帳とかもあったので、はい、管理を結構しっかりしてたような、結構大掛かりなところだったので、うん、もし万が一あったとしたら、地下室といっても、はい、まあ、ちょっと金を、とか金品を隠すような程度の場所だとは思います。なるほど、うん、その残虐な事件のやつっていうのはない、うん、結構正しい誰か、ね、殺した人突っ込んどくっていうようなものではないと思う、うん、はい、うん、やっぱり暗闇になると慣れてきてた景色なんかもう全然別物になります。虫がね、飛ぶんで。あ、なんかかっ、ん？え？いや、いや、目映った？今そこに光っ、二つ目のようなものが見えました。ホタルがでも二匹も飛んでることある。映ったかな？僕には人の目の光のように見えたんだけど。音がしてます。今なんか俺にだけ感じてる何かなのか分かんないですけど、何かゆっくり今そこに動いてる気配を感じてる。ダメだ、ちょっと もしもしあれ、もし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 、いますね。今目の前に、今目の前にいると思います。今俺の目の前にいると思います。あれ、なんで通じないの？聞こえますか？聞こえますか？なんで通じないんだ？うん、
こえますか？電池入ってますよ。さっき今入れたばっかりの、うん、今入れたって聞こえる？いや、いる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 。ちょ聞こえますか？聞こえますか？音が。浜田くん、聞こえる？ちょっと、なんで、まあ、聞こえます。聞こえます。どうぞ。今俺の目の前にいると思います。どうっていうのかどうか。あの言われで機器が調子悪くなるって書いてました。あ、そう。うん。天野君どうぞ。どうしますか。行く。うん。行きます。恐怖を感じますか。恐怖とかじゃなくて、音ともう目みたいな光も見えました。もう今目の前にいます。目の前にいるってもう断言してるよ。どうする阿部さん、行く？もちろんです。今行きます。はい、でも行こう。限界だった。一番奥、右奥です。出てきていいぞ。中に隠れたんですか？中にいます。まず入っ一番初めに来た時にの瞬間ドンって音がしたんですよ。本当？そんな絶対取れてます。絶対取れてます。来るまでに風かもだなの音はパキパキいろんなことがなってですけど、ここはもう明らかに風絶対関係ない。そんな風吹いてないからね、今日ね。もう個室の中からボンっていう。あ、その阿部さんが言ったあの奥の。いや、僕は右で感じたんですけど、でも鍵閉まってるから、うん、中は入れなくて、上から覗き込んで、うん、あのカメラ覗いたらたあの便器があるだけなんですけど、じゃあちょっと俺ここ一人にしてもらおうかな。あれ、今チャンスかも。で、あれかな、この屋根裏から骨が見つかったんだっけ？かもしんない。なんか、まあ、屋根剥がされてますからね。うん、屋根裏から出てきたって、あ、なんつった写真がこれ、ね、かもしんない。ここ一番だね。今見て気づいたけど、暗くしたらもう僕は、うん、なんかそれ光が2つちっちゃいのが見えたんですよ。今喋ったら誰かも言ってたよ。本当。じゃちょっと一人にしてくれる？多分ホタルがいるから光は待ってるので、初めそれでめっちゃビビったんですけど、でも2個人の目みたいな配置であったから、それでちょっとさっき声を出して、うん、まずその音が出てくるじゃない。そうちょっと定点と手持ちと1個、うん、ここまで、うん、結構いっぱいいますよ。結構いっぱいいる。どういうの？これ一番最後にこれ、まあ一人検証も終わったらお伝えします。はいはい、でもこっからダメ
もうここからずっと、もういつもの鳥肌、はいはい、よりも何て言うの、いつもなんか寒くて鳥肌みたいな感じ、怖くて鳥肌みたいな、ちょっと違うんですか、うんうん、そうね、花田さんが言ってたのなんか重い感じみたいな。しばらくじっとしてみたいと思います。口笛でも吹いてみますか。今から口笛吹きますんで、もしイヤホン、ヘッドホンなどして大音量で聞いてらっしゃる方、ちょっとボリューム下げていただきたいと思います。よろしいですか。口笛を吹きます。ホーミーでもやってみますか。あともう全部扉が開いてますので、こっちに開いてないな。誰かいますか？誰かいるなら、ぜひ
現れてください。逃げませんので、ぜひ現れてください。絶対に逃げませんので、どなたかがいたら教えてください。音を立ててでもいいし、現れていただいてもいいです。絶対逃げませんので、どっかに、ね、入れるかもね。確かに、はい、入れれば大丈夫ですか。ちょっと扉が多いな。おかしい話したもんね。外階段じゃないですか。外階段、ね、階段かな。それどうじゃないですか。2階段、西井さん、この写真なんか気持ち悪い。この写真なんか気持ち悪い。気持ち悪い。なんか気持ち悪い。気持ち悪いかな。気持ち悪いね。なんか気持ち悪い。なんか不安になる顔してる、なんかね。安倍さん、安倍さん呼んでます。なんか気持ち悪いな。うん、なんすか、なんか見てると不安になるというか。うん、裸の女。うん、裸の女。全裸の女じゃん。はい、いたずらと言ってかれたやつ。これ古いでしょ。古くないじゃないですか、うん、この子、うん、これいたずらですね。でもかわいそうに、こんな写真を置いてくるのよ、うん、普通のリベンジポルノ的な。リベンジポルノだと思います。これはもうモザイクかけて、うん、あれ言っていいと思います。リベンジポルノだ。顔が不安、この写真が不安な感じするんだよね、うん、ちょっとこう、はいはい、そういう性格の子なんだと思いますよ。あ、いけた。なんか今女の証拠でした、ね、なんか今女の証拠でした。はい、俺も聞きたいですね、音を。聞かせてください、ドンっていう音を。声でもいいっすよ。もう出てきてもいいですよ。後で供養してくださる方いますんで、お呼びしますんで。成仏できなくて困ってらっしゃる方いましたら、どうぞ出てきてください。僕はちょっとできないんですけども、成仏して供養して差し上げる力を持った方いらっしゃいますんで、後で供養してあげてもらいますから。どうですか、出てきてみませんか。大丈夫ですよ、僕は。さあ勇気を出して出てきてください。チャンスですよ、成仏できるチャンスですよ。
出てきてみませんか。いいんですね。もうすぐ終わっちゃいますよ。成仏できない存在がいるんだったら僕に教えてください。お経を唱えてくださいます、後で。嫌ですか？いいんですね、もう。こんなチャンスめったにないですよ。もう一回最後に聞きます。供養していただけるチャンスです。成仏したくないんですか？いいんですね？ずーっとここにいていいんですね？成仏できなくて。大丈夫です。了解です。いいんですね。わかりました。もうぼちぼち、僕が一人でここにいる時間も終わってしまいます。わかりました。もういいそうです。成仏する必要はないそうです。本当？今来ました？いや、わかんないけど、訪ねてみました。もうこれラストチャンスですよ、成仏できるのは、と訪ねてみましたが、何の反応もないんで終わります。おかしくないですか？おかしい、うん、戻る、ちょっと話し方おかしいな、リュウジ。どういうこと？おかしい、ちょっとこれ持ってくる。なんか変なこと言ってますよ、うん、言ってる、うん、誰に喋ってんだって感じ。だから霊に喋ってる。俺らに言ってるの。でもラストチャンスですよ。ちょっと離れないで、ここから。はい。ナーマクサーマンダーバーサラダンセンダーマーカルシャーダーソワタヤンダーナーマクサーマンダーバーサラダンセンダーマーカルシャーダーソワタヤンダーナーマクサーマンダーバーサラダンセンダーマーカルシャーダーソワタヤンダーまあ、天野さん、ナーマクさん、ナーマクさん、センダーマーカルサーダースの手降りたらすぐやります。よし、ちょっと危険だ。天野さん、降りた方がいいですか？いいです。今のリュウジさんに触れない方がいいです。よし、天野さん、ナーマクさん、センダーマーカルサーダースの手なんだったかも。向かい行くんですか？来るんですか？いや、向かい行きます。いや、だから来るよって、来る感じじゃない。待って、大丈夫ですか？天野さん、うん、そうです、大丈夫です、天野さんだ。この仕方が変だ。この仕方変だ。え？この仕方が変だ。分かんない。うん。なんか疲れてる。うん。体調悪いでしょ。取り憑かれやすいんです。リサ、こっちコウモリめちゃくちゃいます。あ、こっちね。風呂？なんか部屋はありますね。います、動かないです。ああ、最後、まあ、ここもそうだけど、うん、みんなバラバラになりません？そう。オンガボキアベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン。